おはようございます。炎蔵です。2月15日、えー、朝会よろしくお願いします。ということで、まずは自己紹介させてください。私、炎蔵と申します、えー。まあ、20年超、外資系金融機関で、えー、為替ディーラーやってました。まあ、その後、個人投資家やって、えー、その合間に YouTube で、えー、情報を配信してますので、えー、この動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、昨日はさすがに、 ドル円が150円台上昇したということで、えー、神田財務官、必要があれば適切に対応、鈴木財務相、なお一層の緊張感を持って見ているということで、まあ、これ8時くらいですかね、8時台にこう、あのー、発信したわけなんですけど、あまり影響なかったというところで、まあ、若干、なめられてるなという感じはしないでもないですね。 でまあ、昨日は英国の CPI が発表されました、えー。1月分ですよね。前月比0.4から 0. マイナ、え、ス、ー、0.6、予想マイナス0.3。前年比は4から4%、予想4.1。駒指数の方は、えー、前月比0.6からマイナス0.9、予想マイナス0.8、前年比5.1から5.1、予想5.2ということで、かなりこれは。 まあ、CPI が低下してるっていうサプライズなものでしたよね。で、えー、まあ、それを受けて6月の利下げ確率ということで、これ40%っていうのは一時40%ぐらいまで低下してたのが51%、8月は75%まで、あのー、利下げ確率が上がっているというところですね。まあ、ちょっと,、えー、と英国の <laughs> 10年再乗り回り見てみましょうか。まあ、今こんな感じになってて、一時4.2%近くまで上昇してきてたんですよね。アメリカより若干弱いという感じなんですが、まあ、それが、えー、昨日の発表を受けて、えー、4.15ぐらいからドンと4.07で、引けにかけては4.03ということで、だいぶ落ちましたよね。で、これを受けてポンドの動きなんですが。 1.26台から、まあ、ギャップを開けて落ちて一時、えー、1.2540ぐらいまで、えー、下落して今若干反発して終えたというところで,ですねはいえー、とまあそんな動きになっててまあポンドはちょっとあのまちまちということで米国のあのー、CPI 強かっくてまあ当然ポンドも落ちたんですけど まあポンドは比較的その下落があの少なかった。要はドルに対して弱くなる部分が他の通貨に比べてそれほど弱くならな,なかったというところだったんですけど、昨日はさすがに落ちましたよね。で、えー、ポンド円なんかの動きも、まあ、一時190円台までいったんですがで、高止まりしてたんですが、指標発表を受けて188円の80ぐらいまで、これ昨日ちょうど。 デイリーピポットのサポートの位置でしたよね。そこまで落ちたということで、えー、戻ったんですが、今日、デイリーピポットのサポート、デイリーピポットが、えー、9円の3丸なんで、ちょっとそこがえっ、ー、とレジスタンスになってるというところで、えー、まあここ抜けられるかどうか、今日、どれがね、ごとび中根なんで、まあ、そういう意味では、ちょっと中根までは 上トライする可能性あるかもしれないですよね。ちょっと、えー、中根次第というところで、えーと。あとは188円の70あたりがサポートの位置という、まあ、そんなレベルになっています。うん、あとは、ベイリー BOE、えー BO e、総裁、サービスインフレは A パーセの2%の物価目標に合致するにはまだ高すぎる。まあ、サービスインフレの方が高止まりしてるっていうところですよね。 で利下げを行う前に賃金の伸びが鈍化していることを示すより明確な証拠が必要ということで、やっぱり賃金上昇率は気にしてるみたいですよね。ここら辺、まあ、しょうがないですよね。ちょっと賃金とか、あ先進国ではサービス業の材料になりますので、えーと、ここら辺は悩ましいところというところですね。一方で ECB の副総裁であるデギンドスさん、記録的な高金利がその役割役 役割を果たしたと、ECB が確信するにはなお一定の時間とさらなるデータが必要ということで、まだちょっと利下げには時間ありますよという、まあそんな発言でしたね。一方で昨日ちょっと影響を与えたのがグルズビーシカゴ連銀総裁の発言、インフレが目標である2%に低下するまでは利下げを待つばきではないということで。 割とに利下げに対して前向きな発言だったということで、まあ、これ、ここなんかが昨日株価反発の、ねえー、材料になったという説もあるんで、ありますね、債、あ、券、のー、利回りも低下したというところです。えー 一方で、バー FRB 理事は、えー、物価上昇率の2%達成への道のりがはもたつく,もが、えー、つくかもしれない、がたつくかもしれない、ちょっと時間かかるかもしれないっていうイメージなんでしょうかね。まあそういう発言がありましたというところですね。で、アメリカの10年債利回りなんですが、値、えーね、動きとしてはこんな感じですよね。一時4.3%まで上昇していた、まあ、CPI の発表を受けて、 4.25まで、えー、とグルーズビー総裁なんかの発言もありましてここまで落ちてる、まあ、この4.2%あたりを維持できるかどうかここですよね4.2っていうのがなかなか抜けなかったところを CPI で抜けてきましたんで、まあ、ここは非常に重要なところ一方で4.4、まあ、とか4.5ぐらいのこのゾーンももみ合い 下落するときも見合って戻り高値になったとこなんで今のとこ4.2から、えーまあ、4.44.5どっちに抜けるかというとこでちょっと切り上がってきてますよねシフトが3.8から4.2のレンジが4.2から4.5ぐらいのレンジにまあそこまでいくかどうか分かんないんですけどそこまでいくのであればもう一段の、えー、とドルの上昇 っていうのがあるかもしれません。またさすがに5%にもう一度近づくってことはないと思うんですが、ですからここの4.4、まあ、から4.5のゾーンを、がレジスタンスになるかどうか、長期的にはちょっと重要なレベルに差し掛かってるなというふうには思います。まあ、f e d ッチなんかはこれ見て、あのご存知いただけると思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、利,、えー、利下げが、 6月までずれ込んで、6月、7月、9月、まあ、12月と、年4回ぐらいの利下げを今、マーケットは織り込んでますということで、これあの、ドットチャートだと3回ぐらいなんで、だいぶそこまで近づいてきましたよね。うんまあ、そういうところで、まあ、今後やっぱり金利、引き続き重要なファクターになってくるかと思います。 で昨日は株価が上がりましたね、えーえー。おととい結構大きく下落したんで、まあ、そこらへんの反発っていうのも出たんだと思うんですが、ダウが150ドル高、ナスダックが1.3%、SP500 が0.96%、ラッセルが2.3%ということで、先ほど申し上げたように金利の低下が株高を促したということで、テク系、ちょっと総じて高かったですよね。まあこんな中で ウーーとか70億ドル相当の自社株買いの発表を受けて15%上昇ということでまあリフト、これもえと第4四半期の赤字あの決算で利益が市場予想を上回ったということでフリーキャッシュフローが初めてプラスになるということでこちらも35%ぐらい上昇というところですよね。とあとスーパーマイクロコンピューター、これも AI 関連として 直近買われていましたけどこちらも11%の上昇あとはテスラは2.5%とかうーんそうですねアマゾン1.39%メタが2.86%グーグルが0.5%アップルだけが0.48%下落っていうところで,でしたね。うんはいえー そんな感じで。NVIDIA1%、1.08%上昇ということで、まあ、ここのところ上昇してた。アームも反発しましてね、5.57%上昇ということで、総じてテック系は強かったということで。あと、エネルギー関連ちょっと落ちましてね、原油価格が下落ということで、まあ、これ、原油在庫が増えてたっていうところなんで、まあ、そこら辺が下落要因になったかと思います。フィラデル即指数、フィラデルフィア半導体指数は、 2.1は8%の上昇、ビックス数も前日15%台まで上がってたんですが、えー、昨日は14.38%に低下しているというところですね。で、日経新聞、えー、とこれはこのウーバーの話ですよね、1兆円相当の自社株買いなんですけど、えーとまあ、そうやって、ね、株主に還元するところはいいんですけど、 まあ、従業員が、えっと、10以上の年で待遇改善を求めるストライキを発表した実施ということで、まあ、そこら辺ねどうなっていくのかというところですよねあとは、えー、ブルンバーグ本日の5本なんですがうん あのバイデン政権がホワイトハウスの当局者のブラックアウト期間を半分に短縮したんですね、これね、ちょっと初めて聞きました。うんなるほど、なるほど。あ、これ、統計発表後ですね、統計発表後、おーえー、っと、 1>, 1時間は発言が禁じられてたというところなんですが、まあ、それが30分でコメ,ンコメントできるようになったというところですね。まあ、ここが、えっと、短縮されたっていうことですね。ブラックアウト期間というのは FMC の前の2週間前は、えっと、発言できなくなるんですけど、まあ、これのことではなくて。 えー、指標発表後素早く発言できるようになったととと分ででで発言できるよううになったということですね、はい、あとはトランプさん再選を目指しているわけなんですが、まあ、いろいろ数々の訴訟を起こされてて膨大な弁護士費用がかさむということで、えー、この弁護士費用、あのー、寄付から制限をら 流用してもいいということなんですがそれに使っていると7月に肝心の選挙費用費が、えー、と尽きるということでまあどうなるんでしょうというところですよねあとはグルズビー総裁の発言というところでしたツ、えー、サが人員削減をしているというところですねはいえっ、ー、と先ほど申し上げたように今日は、えー、とごとび中根なんですねそこでえっ、ー、と 通常はご当日中年、ねあのー、ドル買い需要があるわけなんですが、まあ、15日今日はうん米国債の利払い日です。で2月の利払い日って2月2 5 8 1一って、えー、米国債の利払い日 発行が多い月なんで当然利払いも多くなるということで、えー、逆にその米国債利払いしたものを炎天円に変える。動きっていうのも出るわけですね。基本的にはあの米国債を運用してる人たちあるいは投信なんかも再投資利払いを再投資するケースが多いんですけど、一部炎天っていう炎天玉も出る可能性があるというところで。 まあこの15日前後はそういうふうな円天玉が、まあ、円高になるドル円の売りっていうのが若干出るんですよね。まあそれがどのぐらいかっていうのは分かんないんですがあとは15日に、えー、あの今日お金が入るんでもう今日やる今日ドル売りするところとかあるいは今日のニューヨークでしっかり入金があって。 それを確認して明日やるっていうところもあるし、まあ、それいろいろあるんですが、えっとまあ、それはその投資主体によって違ってくるんですが、まあ、その炎天玉と今日のご島美中根の買い、まあ、需要がぶつかるかどうかというところなんですよねですからちょっと今日の中根は少し要注意かなというところがあるかと思います。 ただ、えー、ピポットが、えー、150円の60。ただ、狭いですね。昨日のレンジ、非常に狭かったんで、ピポットが狭くなってるんで、これはちょっと危険なんですよね。これ信じちゃうと。ですから、下が150円のサポート35で、上が150円の60ですよね。ピポットが。まあ、一応これがあるんですが、で、上150円の83なんですが、一応広めで見ると、150円の11から151円の まあ、丸六というところで、まあ、151円台試せるかどうかという、あるいは150円がす抜けてきたところをサポートできるかどうか、まあ、そこら辺が、えー、とポイントになってくるかなというふうに思います。あとは今日は、えっ、ー、と、指標発表ありますよね。えっ、ー、と、いろいろあるんですが、とりあえず、う日本が、 GDP 発表あります。ここがどうなるか。あとはオーストラリア、9時半がオーストラリアの雇用統計。あと16時が、うん、英国の GDP。あるいはアメリカですね。ちょっと売上高であるとか、新規失業保険申請件数、ニューヨーク連銀製造業景気数、フィリ・フィラデルフィア連銀製造業景気数と、売売上高と。 結構今日はあのー、指標ありますのでもしかしたら動き出てくるかもしれないんでここら辺も注目材料かなというふうに思います。はい。ということで、えー、ちょっと確信はできないんですけどもし時間があったらライブやるかもしれないです、あのー。期待しないでください。<laughs> ということで、えー、とーこの動画良ければ いいねボタンとチャンネル登録がまだの方がいらっしゃれば是非チャンネル登録よろしくお願いいたします。